こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は水に近き楼台まず月を得たりです。右輪に近い高台がまず月を得た。明月が昇るのを待つ思い思いの佇まいのうち、遮るもののない水辺の楼台が真っ先に月を拝むことになったということです。それでは今から水に近き楼台まず月を得たりを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。